丸山健太左衛門、1713年から1749年12月23日は、仙台藩、道のく国領出身の元大相撲力士、第3代横綱。本名は、羽賀銀太夫。道のく国東田郡中津山村出身。原文年間頃に、初土俵を踏む。過労衆の家来になって、江戸見物に出たのは良いが、 体が重くて歩くのが下手だったため、二足用意したわらじをすぐ踏みつぶしては徹夜で編み直すこととなり、馬に乗せれば足が地についてしまうほどだった。やっとの思いで江戸に到着したが、これでは故郷に帰るのもおぼつかないために入門したと伝わる。1737年4月大阪堀江で行われた興行に西大関として出場。 その後しばらく出場した記録がないが、1744年8月に、計二条河原野で行われた工業に、東大関として出場し、1749年までに、計や大阪で行われた、数工業にいずれも、大関として出場している。相撲は下手だったが突っ張るだけで、相手は、立っていられなかったとされる。1749年の長崎巡業の際に、 現役のまま没した。死因は、赤痢と言われている。37歳遺没。A.B. 丸山健太左衛門。このようにされたのは、当時の日本が、封建社会であり、前例のない新規の儀式はほとんど禁止されていた、ことによる。横綱土俵入りを行うことが許されるように、うまく、体裁を整えたというのが真相である。ありがとうございます。